添港大道は中国の湖北省武漢市の長江沿いの大通り。長江と漢水の合流点付近より下流の北東方向へ高関区と高漢区を通過し、長江と富賀との合流点付近まで総延長約1 3トルの道。市街地中心部の高関寺、武漢地下鉄2号線付近から武漢大道までの約4 4キロメートルの区間は、 旧観光疎開地区を通過している。また長江沿いには観光コーナーだと呼ばれる貸し添いの公園になっている。観光疎開地図アヘン戦争、第二次アヘン戦争、日清戦争などに敗北した新国は次々と列強各国との間に不平等条約を結ばされた。その結果、中国大陸各地の港が条約港として開港させられ、上海、天津、観光、 甲州などには疎開が設けられた。観光には長江上流よりイギリス疎開、ロシア疎開、フランス疎開、ドイツ疎開、日本疎開が設けられた。最初に開設されたイギリス疎開には列強の多くの企業が進出し、観光地区の経済の中心地となっていった。観光の中心となったイギリス疎開から最も遠くに、作らざるを得なかった日本疎開は、 観光城壁外の停止地に設けられたため長江の洪水に悩まされそれほど反映することはなかった。添港大道と長江の間は、堤防空間を利用した公園、観光コーナーだとして市民に開放されている。面積は160万平方メートルで、一般的な緑地公園のほか、14カ所のテニスコート、2カ所の水泳センター、陸上競技、トラック、 スケートボード場、スケート場などのスポーツ施設や娯楽施設などが多数の施設がある。ありがとうございます。